ウガンダは2020年7月時点で135の県と県と同格のカンパラ市から成り立つ。また、県の上位区分として4つの地域が存在するが、行政府を持っていない。イギリス植民地時代に人口を基準に、村、教区、副軍、軍、県が置かれ、1990年代初頭には33県であったが、2000年前半では45に、さらに2006年には82。 2010年3月には112に、2020年には135と増加の位置をたどっている。県の増加だけでなくその下の地方自治体も増え、また地方議員や行政官も増えるため財政的に深刻な問題が生じてきている。2018年にヨエリムセベニ大統領が管理費の増加を理由として県の新設を停止することを発表し、2019年に 新設した県の選挙費不足が言及されるなど、行政区画、地方自治体の増加を国家財政が支えきれていない状況にある。しかし、県の新設を求める住民も多いのが実情であり、2015年に、ウガンダ議会が23の県の創設を承認したが、条件を満たしたにもかかわらず承認されなかった、地域からは不満の声が出ている。2021年4月9日、 地方行政大臣のラファエル・マギエジは無計画な行政区画の新設と予算不足を理由に新規の行政区画、地方自治体の設立や分割、合併等の無期限停止を発表した。発表当時、ウガンダでは新たに作られた364の副軍、352の町、10の市が国からの財源提供を待っていた。マギエジは 新たな行政区画の財源確保や行政サービスといったものを考慮せずに創設を続けた。結果、無秩序に増えた。行政区画は発足当初から様々な課題を抱え、地方文献という本来の目的を果たしていないことを指摘した。実際、多数の行政区画、地方自治体があるにもかかわらず、地方の道路や水道といったインフラ整備はほとんどされておらず、 医療体制が確立されていない地域も多く、問題となっている。しかし、国が無期限停止を発表した後も一部の地方政府は方針を無視して行動しており、5月7日に、ルキガ県は、軍の分割を、5月15日に、ナカソンゴラ県は、副軍の新設をそれぞれ発表した。ウガンダの地方政府は、地域議会と呼ばれる。最下層の村議会を LC 1とし、LC1 都市。 番号が大きくなるほど、上層の行政区画となる。LC1 から LC3 までは、行政だけでなく、司法、立法権を持っている。最上層の県議会は、LC5 と呼ばれ、LC5 の議長を県知事と呼ぶことがある。基本的に植民地時代と変わらず村、教区、副軍、軍、県の5層構造となっているが、近年ではその枠組みとは異なる。 基礎自治体や町の設置が増えてきている。2019年から過去3年間で新設された、副軍は364つに対して、町は352つと、ほぼ同じ速度で増加している。県都が不明の場合は空欄にしてある。地域は前述した、通り行政府を持たないため、行政区画ではない。主に統計上の区分として利用されている。これとは別に、 植民地時代の地域区分をもとにした14の歴史的地域が存在する。この節の出展、ありがとうございます。